ちゃくちゃうまいね。最高ですね。最高だねこれ、本当にうまいね。やっぱアンチョビケーパーと酵素パン粉だね、あとチーズ。こんにちは、フリーチャー大池です。本日もご視聴いただきありがとうございます。はい、今日のメニューは今日は牡蠣の酵素パン粉焼きです。ついに牡蠣の季節やってまいりましたね。やってまいりましたね。もう9月から牡蠣シーズンオンですよ。今年初登場、はい、冬の間ちょいちょいやっていきましょうね。はい、はい、うちみんな牡蠣が大好きだってこと分かりました。たまにね、牡蠣ちょっと苦手ですっていう方いるけど、いらっしゃるけどね、好きな方はとことん好きだよ ねこの旨味と酸味と ねもういろんな味するもんね。美味しい、たまらんよね、はい、それをお得意の酵素焼きと、あの揚げんのも美味しいよ、牡蠣フライも美味しいけど、オーブンに入れてこうじっくり火入れると、まあ同じで美味しいからね。でかつ揚げ物じゃないからね。そうなの、楽なんだよ、もうなんかやってる合間にね、放り込んでおけばできちゃうから。最高っすね、美味しい、はい、じゃあ食材は、はい、今日は宮島の牡蠣をご用意しておりますね、広島の牡蠣ですね、はい、はい、そしてあとは、ローズマリー、ニンニク、そして、パン粉、パルミジャーノ、卵、小麦粉、ケーパー、そして塩コショウ、オリーブオイル、アンチョビ、レモンです。はい、ではお願いします。はい、それではね、牡蠣をしっかり洗いたいと思います、はい、片栗粉とお塩で洗って、もう輝きを増してね、旨味も増して、綺麗な状態で、焼きたいと思いますね。はい、はい、します。実は土曜日、3人で、はい、オイスターバイチ、マジか、俺の牡蠣を食べる前いいね、みんな牡蠣好きなんだ。やっぱみんな牡蠣好きなんだ。はい、はい、で、片栗粉ちょっと振ります。いいね、オイスターバーなんて俺久しく行ってないわ。そうでしょ。なんかね、やっぱ俺牡蠣に当たること当たったことはないんだけど、もしも考えて生牡蠣は休み、長い休みの前半にだったら食べようと思って。あ、そう、で、お塩、はい、そう、だからもう、もしもほらお腹壊しちゃったらもう営業できないじゃん。だからやっぱ生牡蠣は食べたいけど、まあ長い休みの前半だったらいいかって言ってたんだよね。しょうがないね。しょうがないしょうがない。こういうね、お休みできない商売だから。コモディティ化できないとそうなっちゃうね。そうそうそう。ね、こうやって今牡蠣のね汚れを細かい粒子で取っております。はい、OK です、はい。じゃあ一度洗います。あの流しがあるお家はね、皆さん流水で大丈夫ですかね。うちにはないからね。はい。で、優しく優しくね、汚れを綺麗になってきましたね。で、これをもう一回繰り返します。はい、はい、はい、牡蠣2回洗いました。あの工程2回繰り返すと、この綺麗なね、はい、ツヤツヤになります、ではこれは水切っておいて、その間にパン粉を仕込みましょう、ね、はい、はい、どんどん入れていきます、パン粉です、はい、乗っけるね、今日はしっかり使います、じゃあアンチョビね、刻みます、はい、じゃあどんどん加えていきます、はい、いいですか、たっぷりのアンチョビです。さあ続いて、ケーパー軽くですね、10粒ぐらいですけど入れましょうね。これも刻みます。じゃあケーパーも入ります。はい、じゃあローズマリーも刻みます、はい、ね、これが美味しいですよ。いいですか、はい、じゃあローズマリーも入ります。板橋いただきます。どうぞ。香草だからね、もう基本的にはなんかハーブ系、お好みのやつとかあるやつ使ってもらえばいいんだけどね。乾燥バジルいっぱいあるけど、いいかな。乾燥バジル使っとこうか。使っとこうか。ね、あの、何度も消費しなきゃあれ。乾燥とはいえさ、イタリアンパセリあります。香草ね。じゃあ続いて、乾燥バジル。全部いっちゃおうか。大した量ないから。はい、乾燥バジルも入りました。ね、これで3種類の香草入ったことになるからね。はい、そして、ニンニク。じゃあ続いてレモンピール、ちょっとレモンを後で絞っても食べますけど、ちょっとレモンピール効かせますね。黄色が入ると爽やかになるんで ね美味しいよね。だからやっぱ国産レモンいいっすよね。いいよね、やっぱね、あれば使ってください。はい、いやー、いい香りで、軽くお塩します、ね、ちょっとまみ程度で大丈夫です。で、今日はチーズも入ります。そういうね、手ぶれをうちからバダーの持ってきたので持ってきた、まあ、ここもいっぱいあるから大丈夫はい、さっと合わせますね。アンチョビも全体にまぶしてください、ね、しっかり馴染みました。で、ここでオリーブオイル入れますね、はい、オリーブオイルで馴染ませます。 OK、 これでひと混ぜしたら香草パン粉は出来上がりですね、はい、じゃあ香草パン粉出来上がりでは、牡蠣をバッター液につけます。ほう、今日はね、ちょっと牡蠣の旨味をギュッと閉じ込めたいので、バッター液につけてから、香草パン粉をのせて焼きます。いいですね。いいでしょ。はい、じゃあバッター液作ります。卵、はい、お水大さじ2で、小麦粉、
混ぜてバッター液と。そう、バッター液ですよね、これね。これでパン粉つけて揚げてもいいんだよ。まあ、これは今日、今日はだからオーブンだね。そう、揚げる工程をこれでね。オッケー、じゃあ準備完了ですね、はい、ではようやくグラタン皿。お、やったぜ。これでいこうか。でっかいのもあるよ。これギリギリの乗らなそうだね。でっかいのでいこうか。でっかすぎるんだ。あ、これ、うん、これは無理だね。じゃあこれでつめつめでいくか。つめつめでいこう。つめつめの方がいいね。では最初ね、パン粉引いてください。いいね。はい、素敵だね、こんなのがね。みんな思ってるんじゃないかな。家に一匹アオちゃんがいてくれればいいな。一匹。おいおい。間違ってます。間違ってます。間違ってます。はい、いいですか。はい、じゃあ牡蠣をこのバッター液につけますよ。ドンと。オッケー。はい、じゃあこのね、たっぷりバッター液をつけた牡蠣を並べていきます。はい。あ、ちょうどいいね、このサイズ感でね。はい。はい、ちょっと乗り切らないかな。本当は。二段したらね。二段でもいいかもね。今日はじゃあ贅沢に二段の高速パン、パン粉焼きにします。いいですか。じゃあ2段目いきます、うん、あ、いいじゃん、ほんと2段分だったねこれ。 ね、いいじゃんいいじゃん、うん、さあじゃあ残りのパン粉をね、はい、たっぷりかけてね。はい、うん、いいね、贅沢だな、これ、うん、パン粉焼き。はい、いいですか、はい、もうこの状態になりました。あとはもう180度のオーブンで、ね、予熱してあります。いいですか。はい、はい、こっから、まあ、15分から20分なんで15分からやっていきましょうか。はい、はい、OK です。はーい、結局ね、オーブンで約20分、うん、そして今少し焼き色をつけるために、うん、グリルで、はい、グリルモードで、3分ぐらい焼きました。はい、はい、じゃあ開けましょうか。はい、はい、いやー、うまそうですね。取り出します。はい、ドーン。あら、素敵ね、いいじゃないですか。中身は何か分かりませんが、やっちったな、俺たち。えあなた、サムネのこと考えてなかった。サムネは牡蠣だけで撮るべきか。そうやったな。まあ持ち上げたところとか、ね、そうやね、そうしかないね。ね、まあでも美味しそう。いや、美味しそう、美味しそう。じゃあいただきましょうか。はーい、いただきます。はい、どうぞ召し上がってください。うん、めちゃくちゃうまいね。最高ですね。最高だね、これ、うん、本当にうまいね。本当うまいね。うん、まあ牡蠣はもちろんうまいけど、うん、側だよね。そう、側がうまい。美味しいでしょ。やっぱアンチョビケーパーと酵素パン粉だね、うん、あとチーズ。やっぱりあれだね、この牡蠣が持っている酸味とか旨味とかを、うん、さらにそのパン粉が同じようにいろんなアンチョビであったり酵素類がの複雑味がよりこう複雑になって、口の中がカオスになってる。池田さんみたいに言うんだしかも池田さんみたいになってないよどんでるよどんでる最後カオスってでもそんな感じでしょ。でも美味しいよ。あの、今日は今日のポイントは卵液なんですよ。卵液でしっかりカバーして、そこにパン粉だなんだの旨味が絡まりついてるから、うん、口に入れた時にしっかり全部の味わい感じられる、うん、あ、だからカオスってんだだからカオスってん今日、カオスだね、本当今日カオス。いや、すごいよ。最後までご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録と高評価ボタンもお願いします。